疲れ様でした。どう？いけるかもしれない。下町そうですね、一応現時点で3番手扱いなので、あと1人拾えばいいってことですか？あと1人、あ、可能性はかなり高めのことです。うん、埋めなかったから、すごい、ありがとうございました。もうなんかずっと心に余裕がなかったですね。踏みたくてしょうがなかったんですけど、そのポイントがどうにもこう捕まえられなくて、でも最後も坂口が外持ってったところを行くしかないなと思って、とっさの判断ですね。でちょっとアッシュはちょっとスピード落ちてきてて、自分が踏み上げてる分やっぱしね、打ち差し込んじゃったんですけど、一回引っこ抜いてまた踏み上げて、抜けてたんで、状態悪いとかはないですね。今日もジャンでは先行しようと思ったんですけど、もうその前に来てましたね、枝が。だいぶちょっと、早いところからみんなも踏んで、そうですね、ちょっと踏み合い、足はあんなに踏んでいくと思わなかったですね。だからやっぱし、ある程度踏んで、外でずっと自分をさせるような感じでいたのかなと思うんですけど、そういう、アッシュはもうめちゃくちゃうまかったと思います。警戒のされ方が、うまいし強いですね。なんかまともに力出し切ってないんで、すごい悔しいですね。それで言ってじゃないと、ちょっとそういったインタビューが五感さんのインタビューだったんで、ちょっと なんか新鮮だったのかなというか、何か、そうですね。いやだから なんとしてもちょっとインタビュー行きたいなって気持ちで、はいたんですけど、あと2回行けるように、あと2回行けるように目標にして頑張りたいと思います。ありがとうございました。